ラジオ体操第一。背伸びの運動から。はい。腕と足の運動です。立ってる方は元気よく足を曲げ伸ばしましょう。特にかかとの上げ下ろしを意識しながら。腕を回します。体の外側と内側に。胸の運動です。斜め上に大きく。横曲げの運動。椅子の方はゆっくりと。胸の横を気持ちよく伸ばしましょう。前後に曲げる運動。ここは上体の力を抜いてねじる運動です。腕を斜め上に。腕と足の運動です。素早く力強く動くように意識しましょう。上体を斜め下に曲げて正面で胸を反らせます。体を大きく回します。腕で大きな円を描くように。両足跳びの運動です。椅子の方は肩をゆすってください。腕と足の運動。弾んだ呼吸をゆっくりと整えながら深呼吸です。ゆっくりと深く息を吸って吐きます。日曜日の体操はこの辺で、今日も一日どうぞお元気にお過ごしください。